5時30分。おはようございます。社畜デザイナーの虎徹です。今日は少し早めの起床です。今週はいろんな案件の締め切りがあるので、かなり忙しいです。ここ数日、満足に食事をとることもできず、じわじわと体が弱っています。今日はそんな食生活の終わっている一日を撮影したので、お見せできればと思います。どれだけ忙しくても、体を叩き起こすためにコーヒーと栄養摂取のためにプロテインは用意します。そしてメールを確認します。5時50分。仕事を始めます。今週は大きなプレゼンがあって、それのビジュアルを制作します。最近寝不足で思考力も落ちています。今日のスケジュールはこんな感じです。ビデオ会議が5件もあります。嵐の予感です。コーヒーの飲みすぎで胃が荒れまくっているので、お腹が痛くなってきました。胃に固形物を入れながら働くことにします。チョコチップスティックパンです。在宅勤務になってからあまり食べていませんでしたが、出社していた頃はこのパンにかなりお世話になりました。美しいフォルムです。いただきます。程よい甘みがあって美味しいです。胃の中に優しさが広がります。6時40分。パンをつまみながら仕事を続行します。出社していた頃は今よりももっと忙しくて、食事をとる時間がほとんどありませんでした。そして上司からもことあるごとに、忙しくなるのにご飯なんて買いに行くな、だの。出社前におにぎりでも買っておいて食べながら働け、といった罵詈雑言を浴びせられていました。ブラック企業では、コンビニにお昼を買いに行く時間すら与えられません。そんな社畜の英才教育を受けながら、数年勤めた結果、外食に行くことに罪悪感を感じるようになり、基本デスク飯中心となりました。最近は在宅勤務なので、そういう言葉を浴びせられる機会も減り、油断しています。日々のパワハラによって分厚くなった心のかさぶたがだんだんと薄くなってきています。8時30分。ビデオ会議が開始しました。他のメンバーもかなり仕事が詰まっているので、始業前に開始します。社畜たちが一堂に会して打ち合わせをします。10時。ビデオ会議を終えました。すかさず2件目のビデオ会議も始まります。一息つく暇すらありません。11時。終えました。案の定また修正が発生します。終わりの見えない仕事が続きます。午後から3件ビデオ会議が控えているので、
それに向けて作業を進めます。足が限界なので、デスクを下げて座って作業をします。14時。しばらく作業をした後に、本日3件目のビデオ会議が始まりました。みんなでアイデアを持ち寄って話し合います。ビデオ会議の途中ですが、空腹で耐えられなくなってきたので、パンをつまみます。このスティックパンですが、美味しいだけでなく、コスパも優れています。6本も入って、100円ほどで手に入ります。そして、1本につき、100キロカロリーも摂取することができます。食べやすくて安いという社畜にとって最高の食べ物です。16時、ビデオ会議を終えました。頭が痛くなってきました。すかさず次のビデオ会議が始まります。上司にデザインを確認してもらいます。1時間以内にサクッと終えました。17時、そして本日最後のビデオ会議です。プレゼンの資料の確認をします。長丁場になる予感です。20時、ビデオ会議を終えました。3時間もかかりました。映画を1本見てもお釣りが返ってきます。だんだんと心臓も痛くなってきました。体が悲鳴を上げていますが、仕事は待ってはくれません。まだまだすることが山積みなので、仕事を進めます。21時、お腹も空いてきたので晩ご飯にします。晩ご飯もパンです。カフェオレもお供に加えます。脳のガソリンである炭水化物と糖分を補給しながら仕事を続行します。6本すべて完食です。飽きのこない味で美味しかったです。仕事の追い込みをかけていきます。在宅勤務で少しは気が緩むかなと思いましたが、そんなこともなく、常に切迫した状態で仕事に取り組めています。これも日々受けていたパワハラの賜物です。24時、目がシパシパになってきたので、眼球に目薬をぶち込みます。何としても今日は寝たいので、気合を入れます。一気に作業を進めます。25時、気合で終わらせました。肩も痛くなってきました。上司にメールでデザインを送りつけます。今日はパンしか食べていないので、夜食を食べようかと思います。まずは米を温めます。温めたお米をお皿に移します。そこに生卵を2個投入します。そして少量の醤油を加えます。しっかりと混ぜます。
卵かけご飯の完成です。では、いただきます。卵かけご飯は、ほぼジュースです。一気にに流し込みます。ごちそうさまでした。どれだけ一日の食事が壊滅的でも、夜に卵を2個食べることで、プラマイゼロにすることができます。しかも、醤油を入れれば何でも美味しくなるので、少し気持ちがポジティブになります。25時25分。栄養も摂取したので、ほんの少し活力が戻りました。もう少し仕事を頑張ります。明日朝一の提出の案件が、まだ残っています。26時30分。霧のいいところまで作業ができました。頭痛が収まりません。頭も心臓も首も肩も胃も痛いです。体のほとんどの部位が痛いです。全部痛いです。体が限界なので、今日はぼちぼち寝ようかと思います。自炊ができなくなって、食の大切さを改めて感じました。食事が満足に取れなくなると、体が弱っていきます。体が弱ると思考力も落ちます。思考力が落ちると心が病んでいきます。心が病むと食事を取る気力も失います。負のスパイラルです。そして身も心もズタボロのボロ雑巾になります。僕は長らく、ボロ雑巾として生きています。27時。ボロ雑巾がベッドに横になっています。27時15分。一瞬で眠りに落ちました。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。